仮にはローンでその650万円が浮いたからとして、何か投資にするかっていうとしないんですよ。そのために手続きとかしてやる方がめんどくさいから。今回の件でホリエモンのメルマガ辞めた、浮いたからビール代ありがとうございます。ですね、たまたまあのホリエさんの切り抜きを見たんですけど、なんか車を買う時に現金で買うやつは頭が悪いみたいな、まあローンを使った方がいいよねとかリースを使った方がいいよねってやつで、まあ確かにそうなんでしょうと思ったんですけど、僕現金で車買いました。やっぱそのなんか利子が低いから ローンにして、そのお金を浮かせて何か投資に回した方がいいよねっていうので、まあそれを怠ったから頭が悪いよねって話だと思うんですけど、僕買った車が5万ユーロぐらいなので650万円ぐらいなんですけど、650万円ぐらい普通に口座にもともと入ってるんですよ。仮にはローンでその650万円が浮いたからとして、じゃあそれを何か投資にするかっていうとしないんですよ。別にそれぐらいの現金が入ってる口座はあるよねっていうだけで、でそのためになんかこうローンの手続きとかして、なんか引き落とし口座これでとかってやる方がめんどくさいから、普通にこうポチポチって振り込んで、あ、振り込みましたって言った方が楽だよねって思うので、なんかその車の1台500万とか600万とか1000万レベルだったら、めんどくせえことをやらないっていう選択肢もあるんじゃないかなと思いました。